ライガーは父がライオンで母が虎の雑種動物である。その全てが人工飼育下で生まれた個体である。現在の野生下でライオンと虎の生息地は主にアジアとアフリカに分断されている。例外としてインドのゲール野生生物保護区が両種が共生する地域として存在するが野生での交雑は現時点確認されていない。無事に成獣となった個体について その性格に音は、エモーと、正反対の評価に分かれる。これは、人工的な交雑種ゆえに調査対象の絶対数が、少ないことに由来する。個体差はあるものの、顔形はライオンに近く身体には淡い島があり、オスに少量の縦髪があるケースが多い。また、体が大型化する傾向があり、元となる種が、平均100から2 0 0ラム程度、最大種でも、 シベリアトラの3 0 0ラム前後が限界なのに対し、交雑種はそれと並ぶか、はるかに大型となる4 0 0ラム以上に及んだ個体も確認されている。本交雑種は、先天的な疾患や、後天的にも骨の発育不全、各種の癌、骨種などの病気を患うケースが多く、成獣となる6歳前後まで生存できる個体は少ない。 この傾向は大型となる個体には特に顕著に現れる。このような事態が相次ぐことからも倫理的に問題視され、21世紀現在では研究目的以外での飼育、作成はほぼ行われていない。また、台湾では作成自体を法律で禁止している。なお、無事に成獣となれた個体は、両種と同等の身体能力を持つ者も,もいる。 本講雑史は19世紀頃より欧州などで作成された記録がある。学術的な研究よりも動物園やサーカスなどでの見せ物として利用されてきた側面が強い。また、日本国内で活動する木下大サーカスでは、ライガーを用いた猛獣賞が行われていた。なお、ライガーとは逆に父が虎で、母がライオンの場合は、タイゴンと呼ばれている。その特徴は、 ライガーとは逆に、退職などに、虎の影響が強く現れ、また小型化する傾向がある。この交雑種も、前述の疾患が発生しやすいことが報告されている。なお、京都ライオンの交雑種であるレオポンにも、同様の疾患が見受けられる。ライガー、タイゴンもにオスは全く繁殖力を持たない。メスには稀に繁殖力のある個体が発生し、 ライオンやトラとの間に子を設ける場合がある。しかし、さらに生まれた子は、オスメスともに生殖機能がないために、以後の繁殖はできない。ライオンとトラという、ある意味象徴的な両者が組み合わさっていることと、その頃の良さから、しばしばライガーの名称を持つキャラクターが見受けられる。以下はその例。ありがとうございます。